気象情報をお伝えします。明日から3月で気象の世界ではいよいよ春が始まります。全国的には晴れて穏やかなスタートということになりそうなんですが、春らしく天気の移り変わりは早いです。まずは明日の天気から詳しく見ていきます。明日の朝、高気圧に覆われて穏やかに晴れるところが多くなります。でもこの低気圧が近づくため、北海道の日本海側、この高気圧との間で気圧差が大きくなり、沿岸部ではだんだん南西の風が強まってきそうです。で、この南西の風とともに暖かい湿った空気も流れ込んできます。雪や雨の降るところも増えていきそうです。で、夜になると北海道の日本海側、多くのところで雪や雨、一方で高気圧は東海上に移動して、南海上には低気圧が発生する予想です。この高気圧の縁を回るようにして南から暖かく湿った空気が流れ込んできますので、太平洋側では午後から夜にかけてだんだん雲が増えていきます。四国から関東にかけては雨の降り出すところも出てきそうです。では明日の予報をマークで見ていきます。3月のスタート、午前中は穏やかに晴れるところが多くなりそうです。で、最高気温を見ると、鳥取や大阪、東京は13度の予想で、今日よりも寒さが和らぎそうです。そして午後になると太平洋側で雲が増えていきます。特に四国、近畿、東海、関東では雨の降り出すところが出てきそうです。北海道の日本海側は沿岸部で南西の風が強まって雨や雪の降るところが増えていきます。沖縄の那覇は曇りや雨、雨の強まるところが出てくるでしょう。で、このあと明後日木曜日になると、日本海と本州の南岸に低気圧が進む予想です。このため広く雨が降りそうです。で、特にこの日本海の低気圧、上空の割と高いところには強い寒気を伴っていますので、大気の状態が不安定になってきます。日本海側の地域では強い雨や雷、突風に注意してください。そしてこの低気圧が去っていく西日本の場合は、夜になると北から冷たい空気が流れ込んできて寒くなります。で、低気圧の中心まだ本州付近ですので、冷たい空気北日本にはまだ流れ込んできません。北日本に流れ込んでくるのはこの低気圧が東海上に去る金曜日になってからということになりそうです。で、金曜日はひな祭りなんですけども、はじめ朝のうちは北海道の太平洋側に低気圧が進むことで、道東で雪が強まり大雪の恐れが出てきます。この低気圧が午後から夜にかけては東海上に抜けていくと、北日本にいよいよ冬の冷たい空気が流れ込んでくるようになってきます。ですから日本海側では雪や吹雪、荒れた天気になりそうです。ではこれを踏まえておしまいに週間予報、札幌から名古屋です。あさって木曜日は広く雨、雪の多い地域では雪解けが進みますので、雪崩や川の増水など気をつけてください。で、金曜日になると、初めは北海道の太平洋側で大雪の恐れ、その後午後から夜にかけては日本海側で雪や吹雪になりそうです。新潟沿岸では雷に注意が必要です。東京や名古屋は晴れ間が戻るんですけども、北風の冷たいひな祭りということになりそうです。土日は晴れて穏やか、でも月曜日にはまた太平洋側で雨の降る可能性が出てきます。大阪から那覇です。木曜日は広く雨、日本海側では雷や突風に沿岸部で気をつけてください。金曜日になると晴れ間が戻るんですけども、大阪の予想最高気温は10度、北風も冷たいでしょう。土曜日は晴れて穏やか、気温も上昇。日曜日の午後から月曜にかけては曇りや雨で、太平洋側ほど雨の降る可能性が出てきます。以上、気象情報でした。